朝日町の大遺町は、栃木県宇都宮市中央一丁目にある遺町の巨木。地域では、単に大遺町とも称する。宇都宮城三の丸跡に位置し、2020年、現在の樹齢は約400年と推定される。市街地の半分を消失した、宇都宮空襲で被災したものの、翌春には芽吹いたことから、宇都宮のシンボルないし、 宇都宮の復興のシンボルと称されている。栃木県宇都宮市中央一丁目9番8号、中央通りと一丁通りが交差する地点の北西角の土塁上にある。この土塁は、宇都宮城の三路丸と百軒堀の境界にあたり、土塁が周囲の道路より3メートルほど高いことから、当時の土塁の大きさを伺うことができる。朝日町の大町の朝日町とは、 九丁名であり、中央一丁目に丁名が変更されて、以降も九丁名のまま呼ばれている。宇都宮七木の一つに数えることもあるが、数えないこともある。いずれにせよ、宇都宮市の名木の一本であることは、間違いなく、宇都宮市指定天然記念物である。樹高は33メートル、枝の張り出しは、東西方向に10メートル、南北方向に13メートルに及び、 幹回りは6.2メートル、目通り直径は4.6メートルに達する。落葉樹であるため、陶器は全く葉がない状態になるが、夏には枝いっぱいに葉が生い茂る。秋になると銀南の種子が鈴なりに実る。熟した銀南は落下して、周囲を埋め尽くし、これを拾い集めに来る人も多い。集まる市民は、主に晩酌のお供とするために銀南を集め。 人目を忍んで、早朝を狙う人、手に匂いがつかぬ用具に手を装備する人など多様である。また、大衣腸の保護活動を行う保存会の高齢者が、毎朝集まって、清掃している。樹齢は1986年発行の資料に約400年と記されているが、2020年現在でも約400年のまま更新されていない。 宇都宮の市街は戦争で二度消失した上、一旦すべての堀が埋め立てられたという歴史があるため、宇都宮城があった頃から残る数少ない原存物の一つとなっている。樹齢から推定すると、江戸時代初期に宇都宮に入宝した本田正ずが城下町を整備していた頃に植樹されたものと考えられ、宇都宮城釣り天井事件の頃には確実に存在していたと見られる。 しかしながら、大以上の植樹に関する文献資料は確認されておらず、詳細は不明である。慶応4年4月19日、母親戦争に伴う宇都宮城の戦いで、江戸幕府側の攻撃と宇都宮藩自らの放火で、宇都宮の町は広範囲に炎上し、同年23日にも新政府側の脱海作戦により害は大きな被害を受けた。この時、 宇都宮城や宇都宮に荒山神社は消失し、大遺町も被弾した。その弾痕が幹についたという話があるものの、確認することはできない。大正時代には、害虫の発生で、一時腰寸前に陥ったが、1925年に予防保護策が取られ、命を繋いだ。1945年7月12日夜、宇都宮市は、 アメリカ軍の B-29 による空爆を受け、600人以上が死亡し、市街地の半分を消失した。この時、大衣蝶も焼け焦げ、ほとんどの枝を失い、無残に立ち枯れた姿を晒したため、多くの市民は故死するだろうと考えた。ところが、翌1946年の春に残された枝から、新メガ武器、戦争で傷ついた市民の心を奮い立たせた。 黒く焼け焦げながらも、新緑をまとい、焼け野原に一本だけ立つ姿が、市民に勇気と希望を与えたのであった。これ以降、自治会の有志が第一保存会を設立して、草刈りや落ち葉清掃を通して木を保護する活動を、継続し、親から子へ第一の物語を語り継ぐようになった。1957年10月4日、宇都宮市は、朝日町の第一の名弟子の天然記念物に、 指定した。1959年には第一町前を通る伊町通りの拡幅工事が完了し、幅の広い道路となった。隣接地にビルの建設が決まった際には、一部の枝の伐採が危惧されたが、ビルのオーナーの行為により免れた。1998年、栃木県建築士会宇都宮支部が第一町のライトアップを実施した。これ以降、イルミネーションが 宇都宮の冬の風物詩として定着した。宇都宮市立一条中学校では2009年より、宇都宮空襲に関する授業を契機に、第一町プロジェクトを立ち上げ、市内の小学校で第一町の歴史を伝えるとともに、第一町から採取した銀杏を育てて、苗木を作り、植樹するという活動を開始した。2011年からは、 第一プロジェクトを実践した教諭が宇都宮市立朝日中学校へ転任したことにより、朝日中学校でも第一プロジェクトを行うようになった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震では宇都宮市で震度六強を観測し、9人が負傷251棟が全半壊する被害が発生した。大一への被害はなかったが、無事であるか。 栃木県外からも確認に訪れる人も存在した。凛とした立ち姿を東日本大震災からの復興への力とすべく、市は同年6月に大井町を床井市長に任命した。大井町と大井町ビル井町通り、宇都宮市が人口50万人を超える都市となり、周辺がビル街となっても大井町は樹精を保っており、宇都宮市のシンボルであり続けている。 宇都宮市の木は胃腸である。これは1986年に市政90周年記念事業の一環で市の木を制定する際に行われた公募において2位以下に圧倒的な差をつけて胃腸が最多数を集めたことが理由であり、大遺鳥が市民から親しまれていることを示す結果となった。カクテルの街として売り出している宇都宮市では宇都宮カクテルクラブが大遺鳥をイメージした。 ビッグツリーというオリジナルカクテルを考案した。大委町の前を東西に通る道路は委員通りと名付けられている。この通りは別名南大通りといい、正式名称は宇都宮市道4号である。総延長は 1.45km で183本の街路樹が立ち並ぶ。今日では幅の広い通りであるが、1959年に拡幅されるまでは、 自動車が一台通り抜けるのが、やっとという狭い道であった。伊町通りの区間は、松ヶ峰一丁目交差点から南大通り四丁目交差点までで、あり、沿線には、NHK 宇都宮放送局、栃木県産業会館、宇都宮中央郵便局、NTT 中川ラビルのほか大井町ビル、トラスティ大井町ビル、大井町法律事務所など大井町にちなんだ施設がある。 1998年長野オリンピックの際には、栃木県区間の聖火リレーコースに選ばれ、2015年9月20日には、通りを封鎖して、映画、シン・ゴジラのロケーション撮影が行われた。第一町の周辺には、宇都宮農業共同組合中央支所や宇都宮市、役所、カトリック松が、ミネ会、宇都宮城市公園がある。第1町専用の駐車場はなく、周辺は、 駐停車禁止であるが、近隣に有料駐車場がある。公共交通機関を利用する場合、東武宇都宮線、東武宇都宮駅から徒歩5分である。JR 宇都宮駅からは、関東バスに乗車し、県庁前バス停で下車し、徒歩約6分である。ありがとうございます。